おはようございます。2024年7月の22日、ハワイ。日本は7月の23日になりました。デイリーコーヒーランスの時間です。今日もよろしくお願いします。いよいよ、アメリカの大統領選挙がはい。まだ混迷。大きく、そうですね。振り出しに戻った感じですね。そもそも分かんなくなってきましそうでたすね。ね。大変な年だって言われてる2024年なんですが、アメリカは今混迷っていうか、すごく、先行きが見えない、先が見えないような感じになってきました。日本で報道されているのかわかりませんが、バイデン大統領が大統領選挙に出ないことになって、もう一回、大統領候補を民主党が選び直すというところになりました。そうですね。はい。それそで、して、はい。マシュー君のメッセージっていうのを多分、あなたも読んでくださってる方もいらっしゃると思いますけども、お母さん、スージーさんがいつもマシュー君と連絡を取って、それを、毎月行動してるわけなんですけども、10月のね、5日に、また、ゲストとしてですね、もっとお話会やるんで、別に5日にやることになりました。まだ先の話ですけどね。でも、今、この世界がどういうふうになっていくのか、あるいは今どうなってるのか、1ヶ月前だね、大統領選のそう10です月5ね。日って言ったら その最新情報が聞けたら面白いですね。で、また、駒ヶ根でやるので、そこに現場参加できる方は10名ぐらいかな？か、まあ、わかんないですね。人数が増えたら別の会場にするかもしれませんが、駒ヶ根でやろうと思っているので、白鳥時計店というところでね、命グラスを作りたい方は、ぜひ、そこに来ていただけたら嬉しいです。まあ、それとも。で、前回、キャンセルになった方に関しては、少し割引参加とかできるのかな？いや、それ関係、あ、それもやったんだっけ？それもやったんだ。やったんだ。で、前回、ほら、お母さんがキャンセルになっちゃったから、お母さんがいないのをキャンセルになったから、私たちだけでやって、何か、歩行みたいなのをやった記憶があるんですけど、それもまた、考慮に入れさせていただきます。お母様がね、スージーさんが、前回は息子さんが亡くなって、マシュー君の弟にあたるのかな、が、お亡くなりになって、本番に参加できなかったということがあって、延期したのがあってね、そのまま私たちだけの会をやったんですけども、その分に関して考慮したいと思っています。で、合ってる？合ってる？はい。で、それから、コヒーランスのことをね、伝えている、小熊弥生さんって言ったかな、っていう方がいらっしゃるんですね。コヒーランスのことを、ピンで、その回はもう、ハートコヒーランスっていうタイトルについてるのを、今北かよちゃんが教えてくれて、見たらですね、なんかその人は、12億ぐらい稼ぐ社長っていう、私たちとなんか対極にあるような感じの人だけど、目指してるのは世界平和なんですね。自分のタイトルが、世界平和革命家って書いてあって、うわ、すごい人が、ハートコヒーランスを使ってらっしゃる。ハートコヒーレンスって書いてあったんでね。多分、私たちではない、他のトレーナーから習ったのかな、知ったのかな、なんて思いながら見ていたんですけどね。すごい嬉しいなと思って、この人にぜひ連絡を取って、いつかね、私たちのデイコヒに来てもらって、話してもらえたら嬉しいなと思ってます。それぐらい、世界80億人にメソッドを伝えるってことをミッションに掲げてる人なんですよね。私たちも、もうそれぐらいのミッションに掲げて、それぐらいでちょうどいいっていうかね、そこに向かって徐々に努力というか、毎日これをやっていたらば、今回の9月22日に369人っていうのを目指しているのを80億人目標に掲げたら、なんか簡単に来そうな気がしてきました。はい。そういう人がね、うん。出てきたっていうのはね、嬉しいよああ、ね。グローバルなね、いわゆるバイブレーションですかね、波動って言ってますけどね、波動エネルギーがどん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 高まっ上てる。がってるっていうことの証拠だと思いました。よく覚醒っていう言葉がね、気づくというかね、目覚めるとかね、気づくとかね。あるいは、もしかしたら私たちのハートっていうのが、
どん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 ね、それに共鳴して反応し始めてるのかなっていう、そういうふうにも言えるね。まあ、これはマシュ君の説明ですけどね。フリーランスになると、シンクロがすごく起きるじゃない？そのことを弥生さんっていう方もおっしゃっててね。シンクロだけの人生になっていくから、すべての願い事とか夢とかが、シンクロによって向こうからやってきて勝手に叶っちゃうんだって言ってました。で、それで、彼女の場合は、ビジネスがもう爆上げっていうか、彼女だけじゃなくて、彼女の3000人の生徒さんも含めて、何千億稼いだとか言っていました。そっち系統のね、ビジネス系の方なんですけど、ものすごいスピリチュアルで、それにアートコーヒーランスを使ってらっしゃる方だったんで、ぜひお近づきになりたいなと思っています。これ私たちはマーケティングとか、お金の引き寄せとかっていうことに関してあまりね、この中で言ったりやったりはしていないんですが、何かをしようと思ったときに、私たちもこのハワイという場所から物理的に日本に飛んで、そして広島まで行くっていうのがね、費用がかかるんですね。それをちゃんと賄えるだけの経済的基盤っていうのを持ちながらやっていった方が、物事がスムーズにいく、今のこの3次元の世の中ではね、まだ肉体を持っていろいろやってるので、食べたり、こう眠ったり、電車に乗ったり、飛行機に乗ったりっていうのがね、まだまだ必要で、こう、テレポーテーションとかできたらいいんですけど、まだどこでもドア、私はまだ持ってないのでね。ドラえもんの、道具の中で一番欲しいのはどこでもドアです。ただ、ハートの中ではどこでもドアに行けるんだなって思ってるんですけど、皆さんどうでしょうかね。ハートでは、いつでもどこでも自由自在にイメージの中では行ける感じがしています。そして、今ね、病気を抱えてる方とか、体が大変な状態とか、お父さんお母さんが大変な状態っていうのをね、聞いているので、まあ、そういった方もね、どこでもドアじゃないんですけど、自分のハートの中にその方をイメージして、黄金の光、あるいはマッシュ君は白い白金がいいんだよね。白とホワイトゴールドの世界で、その方をこう癒すというのかな、守るといいと思います。今日ぜひね、10分間練習する中で、自分の大切な人をハートに招いて、白金の光で守る。を包むというのをイメージしてもらえると嬉しいです。私もやります。今ね、たった今、イギリスのお友達とつながったのね。イギリスにいる私とゲンさんの、まあ、古い友達で、私にとっては、チェロキーのメルスンウィードをね、教えてもらったメルスンマン、パイプキャリアの方がいるんですけれど、その方が久しぶりに連絡をしてきてくれて、今度彼をゲストに招いて喋ってもらおうと思っています。ちょっといつかわからないんですけど、今週中ぐらいに実現するといいなと思っています。彼のインディアン名忘れちゃったけど、あったんだよね。ダニエル・ダービーっていうのがアメリカ名ですけどね、今はイギリスのトットネスっていうところ、イングランドの南の方にお住まいになっています。なんかすごいね、懐かしいですね。彼と一緒にやってたのは2000年頃の話なんでね。1997年、8年、私がまだ香港にいた頃の友達です。ね、彼から学ぶことはたくさんあります。ネイティブアメリカンの The Way of Life ってね、もう地球の私たちが行き過ぎたところをやっぱネイティブの方たちの知恵がね、元に戻してくれるなって思っています。それでは今日も練習していきましょう。ハートへの旅です。10分間練習します。頭、心臓、お腹、そして大地に足をつけて。よろしければ軽く目を閉じて手はハートに置いてください。ハートフォーカス。Well, now we'd like to invite you to daily coherence. Just feel your head above your heart, above your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes lightly, if you will. Heart focus. 意識を下に下に下ろして、あなたのハートに集中。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart.
ハートと剣。ハートブリーディング。まるで心臓から息をするように、普段よりゆっくり深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you're breathing through your heart. よろしければ5秒で吸って、また5秒で吐きます。Breathe in 5 seconds. Breathe out 5 seconds. If you will. ハートフィーリング。Heart feeling of appreciation. あなたのハートを感謝で満たします。Fill your heart with the feeling of appreciation. ありがたいなという感謝の気持ちで、ハートと顔が笑顔になります。And now you can make a big smile in your heart and on your face with the feeling of appreciation. ハートが感謝で満たされたら、全身に広げていきます。When you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けま And if you have any part of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas. す。全身が感謝で満たされたら、周りの人へ送ります。And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. あなたの家を感謝で満たします。Fill your house or room with your energy of appreciation. と友人をハートに招待します。And you may invite your family members and friends into your heart. コヒーランスに参加している一人一人に感謝を送ります。Extend your energy of appreciation to each one. Participating in this daily coherence at the moment. 一人一人に健やかさ、心の平安と思いやりを送ります。Extend your energy of well-being, peace of mind, and compassion as well to each one on this call.私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで一つになります。And then just feel we are united as one with the energy of appreciation, well-being, peace, and compassion.
このエネルギーをあなたの街の人へ送ります。And now extend that energy to the people of your town and city. あなたの国の人へ送ります。Extend that energy to the people of your country. あなたの大陸の人へ送り。Extend that energy to the people of your continent. 地球のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet. 今、地震や戦争、暴力の影響を受けている人に安心と安全を送ります。Extend your energy of safety and security to all the people affected by the earthquakes, wars, and violence. 私たち全員の感謝、健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで地球を包みます。And then embrace our Mother Earth. With all our energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。And extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ、宇宙へと送ります。Then extend that energy to our sky and universe.最後にもう一度、そのエネルギーを自分自身に送ります。And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。Keep heart-focused breathing.私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで、お互いと地球、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなぁと感じたら、目を開けてください。If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace, and compassion, slowly open your eyes. それでは今からブレイクアウトルームを作らせていただきます。この時間は自己表現をしたり話を聞いてもらう人間にとって大切なニーズを満たす時間です。ぜひ来てください。今日はね、たくさんの方に参加していただきありがとうございます。広島グローバルピースコヒーランスの日は、広島の原爆ドームのある平和公園の中にレストハウスっていうのがあってね、原爆ドームから200メートルぐらいしか離れてない、すごく近い場所から平和を祈るっていうイベントなんですけれども、そこに、ハートマス研究所の主任研究員のロリン・マクラティ博士と、私たちにコヒーランスを教えてくれたコネクションプラクティス創始者のリタ・マリー・ジョンソンが、オンラインで、ね、参加して、キーノートスピーチ、お話をしてくださることになっています。その後、みんなでいつもやっている、このコーヒーランスをね、全世界に広げて、
もう一度自分に戻すという今の練習の本番になります。で、私の夢なんですけど、皆さんにシェアさせていただくと、できれば、この、グローバルコヒーランスアップをね、その日は100人でやりたい。12名です。100人でやりたい。なので、この中にいる方、今106名いらっしゃいますけれどもね、皆さんもこのアプリケーションの使い方を覚えてほしいです。またどこかにグループページの方にね、やり方をアップしておきますけれども、まだインストールしてないよという方をモデルに使いながら説明することもね、私はもうインストールしてあるので、なんていうんですかね、初めてやる方への説明がうまくできないので、それを近いうちに、週に1回ぐらいはね、その会を設けて、皆さんが自分のコヒーランスをこう指で測れるようにした。で、それから、この私たちが持ってる、ゲンさんが持ってる、これですね。これは250ドルで買えるので、次回、来日の時に、私と2人で持ち込める個数は決まってるんですけども、ご注文していただいて、前払いで250ドルプラス手数料かかります。それを振り込んでいただいた方に、持って、人間宅急便をして、前から。主に持ち込みますので、欲しい方は言ってください。それから、コネクションプラクティスのトレーナーになる方は、これではなくてですね、M-Wave Pro という、こう、デモンストレーションをしたり、ゲームをやったりするね、M-Wave Pro というこれはコンピューソターフトをウェアが必要なので、それは300ドルだったかな、プラス、税で、今324%かかっててね。324ドルになってます。で、それも、注文してください。いつ頃までに注文してもらう ?8 月の15日ぐらいだったらマジなのかな。今もうね、来月いっぱいだと遅いね。9月の出発なので、8月15日ぐらいまでに、なんか申し込みフォームを作った方がいいのかな。一応、リザーブストックの中に申し込みフォームあるんですけど、皆さん見つけられないみたいなので、なんか簡単な申し込みフォームと振り込みのご案内をね、私が Google フォームの作り方を覚えて、作りたいと思ってます。お話ししたい方、あと2分間ぐらいあるので、グローバルコヒーランス、あるいはデイコヒーについての質問、この時間にどうぞ。